こんにちは。今回は家に帰ってきた後に後悔しないように、撮影した時に確認しておくおすすめのことをご紹介します。内容は4つご紹介させていただきます。1つ目はピントの確認です。ちょっと大変なんですが、1枚撮影するごとに1枚1枚拡大してちゃんとピントが合ってるか確認します。もしブレていた時に三脚を使用していた場合は、三脚の足が緩んでいるところがないか一つ一つ確認するのと、カメラにつけた L 字金具も L 字プレートもちゃんと固定されているか確認します。他の対処法ですが、これはあんまりやりたくないんですが、ISO の数値を上げて撮影します。ブレてしまうのは、シャッター速度が遅いからなので、ISO の数値を上げてシャッター速度を速くすれば解消することができます。どうして ISO の数値を上げたくないかと言いますと、編集するときに画質が落ちてしまってザラザラになってしまうので、あんまり上げたくないです。なので2つ目はその ISO の確認です。綺麗に撮れたなと思っても ISO の値は100か200ぐらいにできたらしたいので、対処法としては F 値を下げて絞りを開くかシャッター速度を長くします。3つ目はヒストグラムの確認です。ヒストグラムですが、こういうグラフのようなもののことをヒストグラムと言います。ヒストグラムなんですが、左が暗い、右が明るい、左にグラフでくっついてしまっているところがあると黒く潰れてしまっているところがあって、右にくっついてしまっているところがあると白く色が飛んでしまっているところがあります。ローデータで撮影して編集する場合は、黒つぶれは多少は編集できる状態の時がありますが、白飛びは全く編集できないので、黒つぶれ寄りでの撮影をおすすめします。4つ目は、いい写真が撮れたと思ってもいろいろな構図で撮っていることをおすすめします。家に帰ってみて撮ったデータを見てみると、あ、もうちょっと引いとけばよかったなと思ったりすることもあるので、縦横引いてみたり寄ってみたり、いろいろな構図で撮っていくことをおすすめします。以上、撮影の時に確認しておくおすすめのことでした。